単。看護表記は、原子では八ラツを思え、原長皮脂ではは絶ラツは絶ラツ氏。終始などのペルシア語表記では、バーレス。トンビナイセチェンの子、カチュラギルタンから始まる、ダイバルラス氏族と、カチャンから始まる、ショーバルラス氏族チンギスカン以前は、モンゴル部に属する氏族で、原長皮脂によればその始祖カチュリは、 モンゴル部の子孫アランコアのこのボドンチャルムンカクの孫で、あったメネントドンの息子たちの一人であったと伝えている。メネントドンの息子はカチクルク、カチン、カチウ、カチュラ、カチウ、カラルダイ、ナチンバートルの七人であった。カチウにはバラルダイという息子がおり、大きい体の持ち主で食物に竹だけしかったので、その子孫はバルラス部族と呼ばれた。 という子祖伝説を伝えている。カチュラの息子も、やはり食物に武けしい人物だったため、カチュウ家の子孫を、オーバルラ、カチュラ家の子孫を、ショーバルラと名付けて、両者を合わせてにバルラス部となったという。後のチンギスカン家を排出するキアトシとタイチュウトシとは、祖先を、同じくしていたことになる。現状筆によれば、最初のカンとなった。 カブルカン、アンバガイカンと同族とするボルジギン氏につながる有力家系であったと伝わる。カチュリの子孫は、カブルカンの子孫キアと氏族に従い、キアと氏のチンギスカンに仕えた、カラチャルノヤンは、モンゴル帝国の先人隊長の一人となり、チンギスの次男のチャガタイのウルスに配属された。13世紀中頃に、チャガタイウルスが、入り川の渓谷に移るとこれに従い、 さらに14世紀に、シャガタイハン国を形成して、中央アジアの広い地域を支配するようになると、バルラス部も散らばった。他に特に、バルラス部族出身者で有名な人物は、いわゆる、四区の一人クビライがいる。14世紀中頃、西、シャガタイハン国のシャフリサブズにいた、バルラス部の小貴族で、カラチャルノヤンの五代目の子孫にあたるティムールは、 シャガタイ半国再編の動きに乗って、同格を表し、1360年にバルラス部のアミールとなった。ティムールは1370年までに、西トルキスタンの各地で拡挙する諸部族を制圧して、西、シャガタイ半国領を統一し、ティムール町を建設する。ティムール町は、羊がバルラス部族であるから、チンギスカンの団系子孫。 いわゆるアルタンウルクでなければ即位することのできない、藩の地位に就くことができず、チンギスハーンの子孫を保護して、名目上の藩に立て、自らは、チンギス家の娘と結婚して、王家の娘婿の資格をもとに、支配の正当化を行った。ティムール町の地下では、この体制を歴史的に裏付けるためにある、種の伝説も作られた。 年代記に記されたところによると、モンゴルのトゥメネー藩には、カチュリとカブルの二人の息子がおり、父のトゥメネーは、弟のカブルとその子孫が、藩を継承し、兄のカチュリとその子孫は、藩の下で行政と軍事を司るように定め、二人に制約を行わせたというものである。このようにして、カブルの子孫であるチンギスケは、藩として即位する権利を持つけれども、 カブルの子孫であるティムール家が、先祖の制約に従って、行政と軍事の全権を握るというものである。こうして、バルラス部のティムール家は、チンギス家に次ぐ大きな家柄であることが主張された。16世紀初頭に、ティムール朝が滅ぼされた後も、ティムール家の王子バーブルはインドに移って、ムガル帝国を建てたので、ムガル帝国として続いた。ムガル帝国でもバルラスは、 チンギスケと並ぶ高貴な家系であるという主張は、繰り返され、王家の正当性が主張されている。アランゴは、ティムール家の伝承上では、アリーの子孫とされる。ボドンチャル、ボルジギン氏の子孫。ブカトゥトゥメティムカイトバイスングルトゥメネ、ハーン、伝承上では、カブルの子孫が世界を征服するハーンとなり、カチュライの子孫がそれを補佐するであろうと予言したとされる。 カチュライ、伝承上では、兄のカブルハーンとの間に、カチュライ家は、カブル家から、代々軍事と行政を委任される、誓約書を交わしたとされる。エルデムチバルラス、伝承上では、バルタンバートルを補佐したとされる。スグチェチェン、伝承上では、イエスゲーバートルを補佐したとされる。モンゴルヒシでもカラチャルの父として登場する。カラチャルのヤン。 チンギスカンからチャガタイに与えられ、伝承上では、チャガタイウルスの統治を司ったとされる。アミール・イジェル、伝承上ではアルグ及びムバーラクシャーに使えたが、バラクの知性に、フレグウルスに移住したとされる。アミール・イランギル、伝承上では、バラクのこのドゥアに使え、先祖伝来の聖書をドゥアとの間で更新したとされる。同時代資料には、記載がない。 アミール・ボルギュル、同時代資料には、記載がない。アバガイという名前とする資料も存在する。アミール・タラガイ、伝承上では早くにバルラス部の統治権を放棄し、学者たちとの交流や、宗教的生活に専念していたとされる。アミール・ティムール・キュレゲン以上の名前は、サマルカンドのティムールの破壊史の記述による。アランゴアからエルデム地に至る系譜は、 終始の記述と一致するが、終始、トゥメネハーン記では、エルデムチの息子をトゥダ段、その息子がジョチエ、その息子が、チンギスカンに仕えた千人隊長ブルガンカルジャであるとしており、上述のティムール家の系譜と食い違う。一方、モンゴルヒシでは、スクーセチェンの息子がカラチャルであったことのみが、記されており、モンゴルヒシの伝えるカラチャルの家系と、 終始の伝えるブルガンカルジャの家系が実際に隕石関係にあったかどうかは不明である。ありがとうございます。